る。結局のところ命を懸ける覚悟で戦えば。変なことを言わないで。え？ヘリアは覚えてないかもしれないけど、以前あなたは模擬訓練で怪我をして忘れるわけないでしょ。目を開けたらあんたは開口一番にこう言ったんだ。へえ、バカヘリア、寝たふりで報告書から逃げるつもり？その技はもう何度も使ってるんだけどってね。そうだけど、昏睡状態のヘリアを見てた私がどんな気持ちになってたのか、ヘリアには言ってなかったかもしれない。任務にはいろんなリスクがあるってコラリンも知ってるでしょ。どんな時も常に警戒を怠らず、いつでも準備ば。任務のためにいつでも自分を犠牲にする準備。あの時の私は先生たちみたいに座ってられないほど不安になってたわけじゃない。私はただヘリアのベッドの横に座って、なんとなくキラ先生が教えてくれた話を思い出してたんだ。まさか。違う、アイドルレッスンのことじゃない。第二次崩壊の雪狼招待のことだよ。仲間たちが去った後、彼女だけが限りない孤独に耐えてた。キラは夢と希望の話をたくさんしてたけど、当時の彼女が味わった苦痛は一度も話さなかった。もしある人が時間を超えた代わりに自分の大切な仲間や家族と離れていくことになったら、彼女はどうなるの？コラリ？なんでもない。とにかく試合に勝つ方法はいくらでもあるんだから、命を懸けるなんて話をする必要はない。うん、約束するよ。真面目で説教好きな相棒がいるってこんな感じなんだね。こうしよう。ヘリアが負けたら私の太ももに抱きついて、コラリーお姉ちゃんって大声で呼んでくれたら水木に連れて行ってあげる。私がコラリーと同じことをすると思ってるの？待って、コラリーはいつそんなことをしたの？なんでもない。ヘリアじゃ覚えられない生きるためのコツだよ。行こう。玉杯がもう一つ必要なのに時間がない。それなら琥珀街に行ってみるのはどう？あそこは老朽で一番賑やかな場所だし、資格を持ってる人に出会える確率も高い。うん、出発しよう。